やりの方から。はじめまして、普段ははじめ社長の畑という YouTube チャンネルで、活動しています、マターゾーと申します。僕自身は格闘技が未経験で、これまでの人生、喧嘩だったりヤンキーだったり不良だとかは全くの無縁の人生でした。そんな僕がここに来たのは、これまでのブレイキングダウンで出場している方々の、熱い思いだったりとかを見て、僕も憧れて、応募しました。本戦で戦わせてください。本戦で戦いたいんです。あ、すいません、ちょっと千尋の部分が出ちゃいました。次の方どうぞ。あ、どうも。TikTok1 ヶ月でフォロワー10万人増やしました、バイルと申します。前回なんか TikToker 何名かいらっしゃったみたいなんですけど、なんかお笑い枠っていうか、なんかふざけてきたやつしかいなかったみたいなんで、TikToker としてシンプルに戦いで実力で見せてやりたいなと思ってここに来ました。 TikTok で1ヶ月で10万人増やしたら、バリカン一つでこうやって今丸坊主なんですけど、丸坊主にして10万人増やしてきたんですけど、まあ、この中の誰か僕と戦って丸坊主にしてやりたいなと思って来ました。はい、ありがとうございます。では次の方。ぬりぼう&サーキンチャンネルっていう名前で YouTube やってます、ぬりぼうです。まあ、ひな壇全員スタンダップもう全然お願いします。他もみんな立ってで全員来てもらっていいんで、はい、ぐらい失うもんなんもないっす。はい、ブレイキングダウンでバズってるんで、力借りてもう一回自分のチャンネル拍車かけたいと思ってます。あともう審査員の方も全員立ってもらって来てもらっていいんで、はい、何かありますか。あ、ゆうごさん、何かどうぞ。いや、大丈夫です。やりますか。やります。やります。あ、僕ですか。はい、今ですか。はい。いや、今どこですか。あ、やりますか。いいですよ。はい。あ、他に何か言います。何困ってるんだよ。バン中村さん、バーって見た中で、ハンターが一番花あるよ。あいつバンですよ。邪魔じゃない。邪魔ですね。どんぐらい邪魔すか。お前邪魔だよ。ちょっと座って待ってろよ。ちょっとずっちゃっていいよ。いい子にできるか。折り込みできるか。折り込み。はい。できます。あ、シリコン十分だったけど。十分。いや、ありがとう。ハウス。ハウスしてるぞ、これ。一生ハウスしてる。じゃあ次どうぞ。はい。てんてんって言います。お願いします。僕すごい今戸惑ってるんですけど、なんで男しかいないんですか。僕って女性枠じゃないんですか。僕希望があったんですけど、サキットさんっていないんですか。もうちょっと遅刻してます。あ、遅刻してる。あ、なるほど。自分で言うの嫌なんですけど、ブレイキングダウン史上一番ちょっと可愛いっていうか、ちょっとギャップがあるなって思ってるんですけど、こんな可愛いっていうか、か弱いっていうか、こんな子が顔面切り飛ばしたらちょっと面白いなって思ってるんで、よければちょっとサキットさんとやりたかったんで。あれなんですけど、格闘技歴って終わりなんですか。あ、空手を7年ぐらいですか。はい。軽くこう肩とか見せてもらって、肩を見せてもらってシャダ、いや、ちょっとそれあんまそれ見せてもあんまあれかもしれない。せっかく来たのでやるよ。はい、やっちゃいますか。ちょっとじゃあちょっと空手やってたんで、じゃあ切りでも見せましょうか。怪我しないよ。じゃあ当たんないよ。もっと自信持って。バンさん。そんなちょっと待って。バンさん、つまみ出しましょうか。ちょっと僕か弱いんで、そんないじめないでください本当に。
もう弱そうじゃないですか、そんないじめちゃ泣いちゃう。多分僕あのここでやるより多分本戦でやった方が面白いんで。今のままだと落ちますよ。落ちちゃいますか。基本してもいいよね。いや、こいつらは多分余裕で切り飛ばせます。じゃあ決める。多分余裕で。飛び出しちゃうよ。余裕で切り飛ばせます。今しゃべっていいよ。今全然やってもいいですか。固いで取れてっちゃうやん。だってあのさっきとかやりたいんでしょ。あの俺もさっきとかやりに来たんですけど。じゃあ強い子でいいんじゃないですか。来るんですか今日さっきと。あ、ちなみに僕歌舞伎町のホストやってるんですけど。知らねえそんなこと。あいつぶっ倒して僕が歌舞伎町で。お前は歌舞伎町でやってようよ。まあなんなら強い方でいいんですけど。縛られたいなら縛ってあげるけど。まあ今やっても全然。ちょっとミッシュですよ、ミッシュ。でもさきとさんいないから。じゃあそこ試合のしますから、うん、この後あやしてもらっていいですか。とりあえずじゃあこいつしばいて、あの全然じゃあ後から試合してください。はい、すごい。じゃあ次の方ちょっとあってもらえますか。じゃあ本日、まあ、本日がお世話になって、まあ、ちょっと強く欠場しちゃって、まあ、僕の実力多分つながってないんで、まあ、もう一回来させてもらいました。まあ、僕は山川くんちょっとやりたいなって思うんですけど、まあ、3連勝今してるんですよね。一回練習したけど俺全然勝てるなって、まあ、今でも思ってるんですよ。まあ、でもね、山川くんも3勝、まあ、3戦3勝してるんで、まあ、僕1戦しかしてないんで、まあ、絶対選んでくれないと思うんで、まあ、山川くんが前回勝った高垣さん階級多分僕と同じだと思うんですよ。で、僕絶対勝てる自信あるんです。で、まあ、昔悪いやつだと思うんで、まあ、分かると思うんで、もう僕も少し悪いことやってたんで、まあ、ちょっと男の殴り合いっていうのをやりたいなと思って、もしよければ僕とやってほしいなと思います。うつしてみよう。はい、お疲れですよ。お疲れですよ。まあ、いいけどちょっと強いのかな。面白い。お願いします。いいですか。どこある？八戸です。横浜です。面白い。ちょうどいいですか。いいですか。面白い。まあ、どうですか。よろしくお願いします。じゃあ次の方。はい。朝倉舞です。はい。朝倉会です。朝倉会です。すいません。水泳大好き芸人の本田スイミングスクールです。バスジュー！よろしくお願いします。ちょっと今しぶきかかりましたわ。ヒートバンでガードしてください。うっす。お前チンコちっちゃい。いやチンコっていいでしょ。やめてください。自分で当てるしないで、なんか当てるしないで。こんなにちっちゃいです。いや、こんなにちっちゃい。いや、普通です。前入れてやるやん。はい。前入れてちゃんと目の上ちっちゃい。ちっちゃい。傷つけてやるよ、お前。いや、チンコじゃないですよ。ブレーキングダウンしてやるよ、ブレーキングダウン。バチバチュービートバンディガードしてください。もう大丈夫です。クイックターン。もうちょっと粘らせてください。大丈夫大丈夫。何も言えね。今のビートバレガードしないと。バシャバシャしてからですね。あれ、二人に試合できます今。その二人。お前だよ。お前だよ。お前目が田島ホースみたいなので大丈夫か。いや。遠泳したろかい。やる？二人に試合してもらいます、そこで。え、大変なことになりますよ。ぐちゃぐちゃになりますよ。バシャバシャって言うよ、バシャバシャって言うよ。バシャバシャになりますよ。バシャバシャになります。え、試合や、え？いや、できるんですか、今。できる。全然できます。いや、ブレーキングが終わっちゃいますよ。終わらねえよ。プールとか、やれよ。プールとか用意できますか。長え。早くしろ。どんぐらい長い。やれよ。どんぐらい長い。やれ早く。長えよ。じゃあ、試合行くぞ。でも、行け。試合決定ですか。いやいや、ここで今から。行けよ。今から。やりましょう。うっす。
あの試合決定でいいですか。でも終わっちゃうんで、ブレイキングダウン自体は放送事故になりますよ。大変なことになりますよ。登った太陽二度と沈まなくなりますよ。意味わかんねえ。お前いるひなだって。ウリタさん隣いいっすか。隣は嫌だこれ。隣は嫌だけどお前ひなだんポールで。ウリタさん、バスミシュさあさあさあ、椅子僕の一脚足してもらっていいですか。コース代用意してくれますか。フレンチ、フレンチの。いや、あ、ぶっ込みたい。まずは隣に座ります。サダよな。もう遅れたんです、すみません。ダメですか。ダメです。もうビートバン、中村さん、バシャバシャ。詰まってよ。絶対お前ら今日もね、そんな後になってもらうよ。スポーツを100倍楽しむならビーベット。対戦結果を予想して当てろ。ビーベットならスポーツベッティングでもっと熱くなれる。今なら新規登録するだけで無料でベットができる。ブレイキングダウンの他にも様々なスポーツを展開中。あなたは誰にベットする？信頼度、満足度、注目度ナンバーワンのビーベットに今すぐ登録。